シラト太郎は、日本のトライアスロン選手、スポーツキャスター、政治家、東京都議会議員、京都府京都市東山区出身。中央大学卒業後、日本体育大学に編入学。卒業後には、日本体育大学大学院修士課程修了。現在は株式会社アスロニア代表。トライアスロン選手としては、大島蔵選手に所属していた。 同志社香織中学校、高等学校時代は、クロスカントリースキーの選手として活躍し、その実績を変われ1985年に、スポーツ推薦で、中央大学小学部に進学。大学在学中にトライアスロンを始める。同大在学中に、山倉和彦がキャプテンを務める、チームサラナへ、中込秀夫に続いて加入。1989年に、 中央大学を卒業すると日本体育大学に学士入学。以後本格的にプロのトライアスロン選手として活動し、1990年から1995年にかけて国際トライアスロン連合の主催する世界トライアスロン選手権に出場した。その一方で、1992年に 日本体育大学の大学院に進学し、1995年に大学院修士課程を修了。1990年代後半からは、スポーツキャスターとしての活動も始めるようになる。中でも J スポーツサイクルロードレースには長年にわたり、出演を続けている。現在もトライアスロン大会へ出場しているが、 一方で2008年に自らが代表を務める株式会社アスロニアを立ち上げトライアスロン用の各種用具の販売ティップネスと共同で運営するトライアスロンスクール東京トライアスロンアカデミーの監修などを手掛けているオフロード版トライアスロンとも称されるエクステラにも関わりがあり2015年現在毎年8月に開催されるエクステラジャパンチャンピオンシップの 大会プロデューサーを務める。2017年東京都議会議員選挙に、高等区選挙区から都民ファーストの会の候補として、立候補し45,614票を得て、当選した。2021年東京都議会議員選挙に、高等区選挙区から都民ファーストの会の候補として、立候補し27,650票で当選した。ありがとうございます。